ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋から車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がアウディ RS5 スポーツバック2020年式1万5000キロこちらのお車になります。一度アリーナ店の方で実はご紹介させていただいてるんで、まあ、ちょっとその仕様というか、まあ、チェックになってしまうと思うんですけど、はい、あと僕の認識が正しければアウディ大好き藤川さんですから。あ、そうですか。はい、はい、あ、そうじゃなかったですか。好きですね、はいはい、ちょっとアウディトークができるんじゃないかなと思います、はい、で今回のお車ちょっとオプションが割と豪華っていうこと、そうですね、はい、外装からちょっとその辺見ていきたいんですけども、はい、このカーボンのエクステリアのオプションがついてるんで、はい、結構この辺表情違いますね。だいぶ変わりますね。なんかでもらしいですよね、うん、やっぱりカーボンついてた方が、うん、あとは、はい、やっぱり RS ですから、うん、このグロスブラックのエクステリアというかこの、はい、そうです、はい、関係で、うん、もう車がかっこいいっすよね。この形は特にね、かっこいいですよね。で正直こう RS5 ってこう歴史がそんなにまだないじゃないですか、はい、2006年が一番初期型でしたっけ。そうです。5か。 あ、そうか。まだ2代目っすよ。そうですね。だから僕免許取り立ての頃はまだ出てなかったんですよ。はい、アウディって言ったら A4、 次は A6 だったんですよ、はい、だまさかこんな車が出てくるとは夢にも思わなかったです。確かにそうですね、うん、でもその時にこんなアウディがゆくゆくこんな形になってこんなブリブリのフェンダーの方が出てくるとは思わなかったです、うん、そしてヘッドライトなんかはこれマトリックス LED ヘッドライト、はい、レーザーハイビームでしたっけ。そうです。通常のものよりかもなんか2倍ぐらいの照射範囲の、はい、うん、もうヘッドライトの進化って言ったらもうアウディなんかこう、そうですよね、一番早いというか、うん、結構先進的なものを手掛けるイメージなんですけど、うん、先代の R8 から、ね、あのレーザービームをあの出してたりしますんで、結構早いうちから特に LED 系にね力を入れてましたね、うん、でなかなかこの辺動画でお伝えするの難しいんですけど、あのプロモーションのビデオなんか見ると本当すごいですよね、うん、こう対向車がガッて受けたりとか、はい、そうですね、もう必要なものをババってこう照らしたりとか、はい、まあ、そんなヘッドライトもついてる、うん、そしてどこ行きましょうか、はい、まあ、このボンネットのこのラインなんか僕好きなんですけど、この真ん中にこう寄ってる複雑ですよね。あ、これ映りますかね、動画でね。あ、映るか。中心に寄ってるこのフルスライン、そう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 、そう、うん、ですよ。ラインがかっこいい、うん、あ、なんかね、あのすいません、はい、別にあのそうなのか、そうっていう意味じゃなくて、なんかこうやって改めて見るとずっと見とれちゃいますね美しいラインがかっこいいですよね、本当に。かっこいいよね、はい、うん、確かに。そして横、うん、ちょっとこのタイヤホイールの前に、うん、やっぱりここは触れておきたい、はい、このブリブリのブリブリのねブリスターフェンダー。ああ、いいですね、これこれスポーツクワトロから、はい、そうですね、来てるというか、はい、他だってないですもんね、ブリフェンの車って。今はないですね、うん、しかもそれをなんか強調するこのダクトというか、はい、ついててグワッと、まあ、後ろもこの後紹介しますけど、後ろもこうグワッと、はい、車のラインがこういう、はい、もうお手本のような大好物です、はい、そして足元もこれちょっと海外のレビューの翻訳なんで、うん、合ってるか分かんないですけど、なんかその筋肉質とかって訳してのあったんですけど、うん、はい、まあ、確かにそうだなと思って、うんうんうん、このスポークのデザインもそうだし、うん、ただよく見ると抜けてるんですよね、はい、そうなんですよ。ちょっとなんかそのスポーティーさというか、うん、筋肉質でもちょっとアスリートの方、マッチョの方じゃなくて、確かにね、うん、そんなイメージあるなと思ったんですよ、うん、そしてこのコンケーブもこのフェンダーですから、はい、結構ついてて、うん、そうなんですよ。これ実際にあの目の前にしてみると結構、ね、意外とこのコンケーブが、しかもだってフロントでこれですよ。そう、こんなに逆沿いになってるフロントホイール入ってる車あんまりないですよ。あんまりないですよね。しかもメカ純正ですからね。そしてだってこの巨大なブレーキ入ってるのにですよ。そうね、あ、もう足元だけで、はい、トークできちゃいますですそしてもうキャリパーとこのローターですよ、うん、しびれますね、これ。これローターもアウディのとこが穴開いてるんですよね。そうですね。その辺がちょっとレーシーさもあって。はい。そして今回の車、ちょっと車高下がってますよ、これ。標準ですか？標準ですね。あ、結構じゃあもう標準で。ただ、デズラはちょっと調整してありますよ。はい。スペーサーでちょっと
外側に出してますね。バチバチのデザインになっております、はい、うん、そしてあとオプション的なものでいうとこのサイドスカートのこのカーボンだったりとか、はい、ミラーなんかもカーボンですね。いや贅沢ですね。はい、で RS なんでもうとにかく黒で統一されてて、はい、窓だったりだとかちょっと横のこの辺のガーニッシュ的なものだったりだとか、うん、いやいいですね。はい、なんですかね、本当になんかこう男心をくすぐるというか、うん、近未来じゃないですけど、うん、一歩先を行ったなんか車のデザインみたいな、うん、そうですね。はい、いやでも違うんですよ。なんすか。それはそうだなって今思ったんです。そうだなって思いながらこの80年代に使われてたブリブリブリスタフェンダーを使ってるっていう、こう、あ、今こうツッチーの言葉を聞きながら、あ、アウディって上手なんだなって今。そうですそうです。ブラッシュアップとまた違うような、なんかこう融合というか、で今ねちょっとね、それで今黙っちゃいました。あ、でもポルシェもなんか最近そういう傾向じゃないですか。そうですね。そうですよね。99になんかまさに、うん、こう993とかのボネットラインとか、あー、そうですね、プレー時代を回帰したインテリアのデザインとかも取り入れつつ、そう、新しいものを作るじゃないですか。そうだね。確かにそう考えるとアウディもそうですね。あ、でもそうしたらあのメルセデスとかもそうですね。パナメリカーナグリとか入れて。確かに。あの、なんですかね。このパワードームも、あー、そうですね、まあ、うん、確かにそうですね、うん、なんとなくデザインが行き詰まってるから悪い方向じゃなくて、まあ、こう過去のいいものを取り入れてっていう感じなのかな、もしかすると。まあ、まあそう考えると楽しいよね。確かに、うん、でもこのスタイリングですよ、うん、なんといっても、うん、もうまんまクーペじゃないですかこれ。そうだよね。で僕もさっきほら予習で土に言われて、そのアウディが窓1ボディ2らしいですよ。黄金比、はい、黄金比らしいです。確かにバランスがいいんですよね。いいよね、うん、でちょっとスポーツバッグって言ったらこう車としてはちょっと特殊というか、そうだよね、形状じゃないですか。そう、だからちょっとこうボディの形状にちょっと違和感を感じたりとかっていうの少なくないですけど、うん、アウディは本当にうまくまとまってるなっていう感じしますね、うん、全然こうどこのラインも違和感なく、うん、本当にもうこの B ピラー見なければ、まあ、まあクーペだな、うん、そうだね。確かに、だって一つ間違えればどっちつかずのデザインになりかねないわけだから。本当ですよね、うん、それをうまくまとめ上げてるんで、まあ、あとはちょっとそのデザインと実用性はどこまで両立してるのか。そうですね、これはちょっと乗ってみてみたいと思います。はい、そして後ろもこれですよ、このこのライン、もうこれだけで買ってください。はい、はい、しびれた人はもうこれだけで買ってくださいって感じなんですもういいじゃないですか、これ所有すれば毎日ニヤニヤしながら。本当だね、見えますよ、はい、うん、こんな感じのリアフェンダーになってて、はい、後ろ行きましょうか。後ろもフロントサイド、リアでちゃんと全部カーボン入ってますんで、うん、そうですね、この辺もしっかり全部カーボン、このラインだけですかね、クロスブラックで、そう、ことですね、はい、はい、そしてこのトランクスポイラーも、はい、カーボンと、あ、これ改めて見るとちゃんとこうまっすぐのラインなんですよね、全部綺麗になってますよね、斜めとかじゃないですか。そう、綺麗にスクエアとかまっすぐに入ってます。そしてこの流れるタイプのウインカーですよ。はい、もう今でこそみんなシーケンシャルですけれども、アウディが最初からよかったですよね。いやいや相当早かったですよね。そうですよね、うん、だからなんかちょっとやっぱりそういう先進的なものを取り入れるのとか、うん、デザインに溶け込ませるのがやっぱりうまいなっていう感じします。そうですね。でエンブレムだったりとかテールのこの出口なんかも黒で統一されてて、うん、そしてこのでかすぎるって感じちゃうこのテールがいいですよね本当ですね。まだでも RS5 は結構バランスいいですね、うん、いやバランスいいですね。長さもあるからですかね、全体的に RS3 とかになっちゃうとでかすぎるね、うん、ちょっとね、はい、確かにちょっとでもそのアンバランスさというか、うん、こうどでかいテールがまた良かったりするんですけど、まあそうですね、ちょっと RS5 は結構バランスよく、それでもまあちょっとでかいぐらいですかね、うん、そう、確かになんだろうね、デザインですね、厚みと、そうだな、バランスですね。でもなんか、うん、すっかりこのトレードマークというか、うん、そうですよね、見ましたよね、うん、もう見慣れちゃってきてるというか、まあ普通に見れちゃうんですね。なんか M3、M4 だったらこう真ん中寄りの4本出しでっていう、あ、そうですね、だからもう AMG だったらあの、うん、テールで、で、そうですね、アウディだったらこの楕円のオーバルの大きめのが2個ついてる、はい、
こんな外観になってます、うん、はい、じゃあ続いて内装見てみたいと思います。内装が今回この RS デザインパッケージが付いてるということで、はい、内装のこうおしゃれさと豪華さが一段とアップしてございます、うん、はい、このコントラストステッチ、そうですね、もうこれなんか六角形が、うん、何歩にもこうつながるというか、うん、ね、つながってるんですか。つながってるんじゃないの、同じグループだから。結構なんかこうちょっと連想させてますよ。でしちゃいますよね、うん、もうこのワーゲングループのスポーツモデルって言ったらこの、はい、そう六角形の感じ、うん、そしてドアからいきましょうか。はい、ドアこの真ん中がアルカンターラですかね。はい、スエード調の、うん、そしてアームレストというかこの部分はレザーとやっぱり赤の接地で、カーボンのパネルもしっかりついてて、はい、さすがにちょっとこのクラスなんで、もう全部この上とも、うん、上も下も全部こうレザーっていうわけじゃないですけど、はい、ちゃんとメリハリがあって、そうですね、航空感ありますし、質感も悪くないですし、悪くないですよね、はい、そしてしっかりスピーカーはバンクがついてる、はい、そしてインテリア、ステアリングに行くと、これも RS デザインパッケージのステアリング、はい、そうですね、いわゆるこうフラットボトムの D シェイプの、そうです、ちょっと細めのステアリングになると、はい、でこれ全周アルカンなんですね。そうです、全周アルカンです。なんかちょっとそれがレーシーさも、うん、でまた細めなのがちょっとレーシーさ強調してます、うん、だともう一点 RS デザインパッケージの部分でいくとシートベルトも、はい、おしゃれじゃないですか。いいですね。これ真っ赤っかにしちゃうんじゃないのがいいですよね、ま、そこがいいですね、はい、ちょっとこんなシートベルトになってます、うん、あとはスカーフプレートだったりだとかその辺なんかもしっかり RS のロゴが入ってて、はい、じゃあちゃんと演出の部分もなんか抜かりないですよね。うん、アウディってでもそういうところ上手かもしれないですね、うん、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、インテリアはこんな感じです。まずシートからいくと、シートはまあスタンダードな調整プラスアルファという感じですかね。はい、ただ結構いけますね、うん、しかもこれエアーで、そう、あのランバー、背中のところと、うん、エンジンかけると膨らんだりするんでしたっけ。はい、ドア閉めたりする、はい、そんなのもついてて、うん、でシート自体は割とこう形状がホールド高いんですけど、うん、クッション自体は割と柔らかい。柔らかいよね。柔らかいです、うん、だから横なんか結構柔らかいっていう。あとあの GTR 作った水野さんが言ってたんですけど、はい、そのシートのこのデザイン、うん、この折り方とかステッチの貼り方とかで結構違うっていう、うん、だからレザーもこうステッチとか入れないでパンって貼っちゃうとこう固く感じたりとか、うん、そうですね、はい、逆にこう細かいステッチとか入れるとこう沈み込む、うん、その辺でかなりフィーリング違うよねなんて言ってて、あ、確かに、うん、だから僕らなんかこう車をこう見たり査定したりするじゃないですか。車ってそのこういうふうにステッチが多ければいいんですけど、ステッチの少ないシートとかだったりすると結構こうなんていうの、シワを寄る、真ん中がこうたわんだりとか、そう、たわんだり、たるみが出たりとか、すごく使ってる感が出るんですけど、実はそれ違うんですよね、うん、こう洋服なんかもそうだと思うんですよね。着心地ってそのステッチの入り方とか裁断の仕方とかによってかなり変わっちゃうんで、さっきも言いましたけど、アウディってそういうところ上手ですよね。いや、これもデザインだけじゃないなと。そうですね、背もたれも背中もちょっと沈み込む感じ。そう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 、なんかこれであれでしょ、あのサイドサポートがそんなに硬くなくてもホールド感、そうかもしれないです、はい、作れるのかもしれないですね。こんなシートになってございます、はい、そして先ほどちょっと触れたステアリングはやっぱりちょっとこれ細めなんで、うん、スポークも細いじゃないですか、うん、だからちょっと抜けてる感があって、うん、ちょっと開放感もあっていい感じです、はい、そしてなんといってもこのメーターですよ、バーチャルコックピット、うん、これいいっすよね。これはね、ほんといいです。これも早かったっすよね、うん、早かったですね。今でこそなんかみんな当たり前になってきたじゃないですか、はい、でもアウディの場合はもうナビは出せるわ、うん、はい、はい、いろいろ表示できちゃう。そうですね、うん、こんな感じで。いや、特にナビ便利なんですよ。いや、本当便利ですよ、ナビ、うん、撮影者 の, そのティグアンも、うん、まあ、同じそのバーチャルコックピットのこういうタイプなんですけど。あ、そうなの。そうなんですよ、一丁前に、なんかいいな、そういう贅沢させてもらって羨ましいな、はい、一丁前にそんな車乗せてもらってるんですこっち使えるから、こっちだから別のものにしたい、はい、そうですね、できる、はい、
でしっかりパドルなんかもついてて、でステアリング調整はさすがに手動っていう、そうですね、この辺はこのクラスなんで、あ、全然問題ないですね、はい、だとコモノイでなんかついてたりとか、はい、はい、こんな感じです、そしてあともう一ついいのは、このサイズと思えない、ボディサイズと思えない、このでかい、そうなんだ、フットレスト、フットレスト、びっくりサイズですよね、これ。そう、すごいでかいです、本当に、もっと1個か2個上ぐらいのボディサイズの車についてそうな、いや本当そうですね、フットレストですよね、うん、この辺も僕的にはかなりおすすめポイントというか、うん、そしてこの辺 MMI、 はい、はい、この辺はまあ他のモデルとも共通ですし、はい、使い勝手に関してはこんな感じで、はい、多少の慣れは必要ですけど、慣れるとものすごく使い勝手いいので、この辺もだから他のメーカーもこれになんか準じてません、うん、そう、メインメニューがこう回って入ってって、うん、で必要なものがこう出ててっていう、そうですね、ちょっとどのメーカーが一番先に開発したのかちょっとごめんなさい、わかんないですけど、まあ、この辺も割と慣れると使いやすいんじゃないですか。そう、分かりやすいですからね。そうですね。うん。ナビ表示もまあドイツ語3系ですからね。はい。問題ない。問題ないです。はい。あとクライメート関係はシートヒーターが一応、はい、はい、ついてる。そうです。はい。はい。あとエアコンは当然のデュアルゾーンと。そうです。はい。あとモードセレクト、はい。うん。もしっかりついてて。はい。はい。あとインストップとか、はい。トラコン。トラコン。この辺もパークアシストですね。はい、ついてると。はい。あ、いいですね、いいですね、これはね、うん、これ今、運転席開いて、開いちゃってますから、ね、そうですね、はい、こんな感じ、あ、で、これはモニターのオフもオフ、だからオフにしても、ちゃんとこっちで、はい、見れますから、はい、言ってみたら、こう2画面じゃないですか、そうですね、その辺の使い勝手抜群にいいですよ、はい、で、あとは、まあ、スタートストップのボタンと、ちょっとこの辺が少し物が置ける感じ、ね、はい、置けるスペースになってますね、はい、あとドリンクホルダーと、うん、あと僕以外にこの質感好きなんですよ。あ、僕も好きですこれ。はいはい、この何ですか、アルミ調ともウッド調とも、ウッド調ともつかないこの、そうですね、絶妙なザラザラのいい感じです。これ本当僕大好きです。であとこのアルカンターラの、はい、しかも今回の車アルカン全然下手ってないですね。とても綺麗です。ステアリングもそうです。大体こうちょっとこの辺とかテカっちゃうじゃないですか。はい、そうですね。こう復活させた感じじゃなくて、はい、そもそもがやっぱり下手ってないっていう。そうですね。コンディションも非常によろしいです。はい。であとはこの辺はしっかり、うん、カーボンのパネル、はい、この辺もそうですね、うん、しっかりついてて、あ、この辺もちゃんとしっかりアルカンタラじゃないですか。そうなんですよ、抜かりないです、抜かりないです。そしてここは、うん、はい、えい、こんな感じで、うん、まあ恒例の USB、はい、USB、はい、あと AUX と、そうですね、はい、うん、あ、こういう感じなんですね。そうです、なるほど、はい、あ、これ一番前にしてもちょっと開くんですね、はい、あ、そうですね、そう言われるとそうですね、はい、こんな感じだと、はい。そしてグローブボックスなんかは、うん、はい、おなじみの、はいはい、ディスクスロットル、そうですね、はい、あと ETC と、はい、あとこの辺のデザインなんかもちょっとこうクラシカルな印象ですよね、うん、エアコンのルーバーから作るこの、そう、何ですか、何ですかって言い方おかしいですね。さっきというか、まあ、あの動画撮ってて、パナメラとかもそうですけど、最近そのストレートの直線のラインが基調とされているものが多くなってきましたね。確かに、うん、そして、まあ、ピラーだったりはまあ通常のファブリック、うん、はい、まあ、バイザーも、はい、ファブリックは良かったですけど、まあ、そうですね、はい、このクラスなんで、まあ、しょうがないですかね、はい、うん、あとミラーはこの定番の枠のナイフタイプで、はいはい、であとはちょっと正直このフロントの傾斜はクーペスタイルなんで、そうですね、結構あるなっていう感じはします、うん、ただ全然こう圧迫感はないですし、そうですね、はい、うん、逆にこうスポーティーな車に乗ってるなっていう印象は、うん、逆に演出されてる気がします。そうですか、はい、うん、こんな感じのインテリアになってます、うん、はい、じゃあ続いてリアを見てみたいと思います。リアがこれちょっとデザイン優先か、はたまた両立してるのか、ちょっと気になるところですけど、はい、ちょっと見てみましょうか、はい、で、ちょっともう見た感じ、うん、ちょっとこのシートの傾斜と、はい、こう背もたれの直角具合、うん、まあ、この辺は、まあ、デザイン優先で、うん、ちょっとまだ座ってないですけど、
はい、致し方ないのかなっていう。そうですね。あとやっぱりこの開口部の低さ、うん、このルーフの低さはちょっと効いてますよね、はい、デザイン、うん、ちょっと乗ってみたいと思います。あ、ただでもここは別にちょっとっす。頭ですか。はい、そうですね。あとパナメーラでもちょっとそんな話出ましたけど、ここは割と、うん、この辺から下がってきてるんで、うん、そんなに乗りづらくはないかな、うん、気にしますね。はい、だ結構リアのドアってここで乗り込むから重要っすよね、うん、ここ重要です。この高さ車によってはこう立ってるのとかあるじゃないですか。はい、と割とその辺は、うん、ただシートは、うん、ちょっとそんなに快適かって言われると、うん、ごめんなさい、僕アリーナ店で RS5 撮ってるんで、うん、前回なんて言ってるか若干心配なんですけど、うん、はい、あの正直僕そんな大きい人間じゃないですけど、意外と狭いというか圧迫感っていうことではないですけど、表から見るよりは乗ってみるとリアシートは狭いなって感じがします。コンパクトですよね。コンパクトですね、うん、僕175ですけど背筋伸ばすともう完全についちゃいますから、はい、うん、あ、はい、座高マックスの土だから。座高高い方だともう背筋ピンってできないです、うん、だらしなく乗らないとちょっと拳1個ギリギリ入るかなっていう感じですね、うん、だと座面は結構こう傾斜してるんで、ここをやっぱり浮く感じ。そうなんですよ、前が結構ね。そうですね、うん、ただ結構こう沈み込むんで、うん、まあまあそれでもかなり工夫されてる感はありますかね。はい、でこの辺のスペースなんかも、うん、はい、まあなんとかっていう感じですかね、うん、そうですね。まあクーペよりかはやっぱり、うん、でもちょっとどっちかというとクーペに近いですかね。やっぱりクーペに近いですね、はい、そのイメージ的には、うん、クーペのボディラインのまんまドア4枚にしましたって言われますから、ね、そうですね、うん、そして装備関係は、あ、シートヒーターついてますね、はい、リアにもついてますね、はい、そして一応リアも別のエアコンの、うん、そうです、はい、日差しと、はい、エアコンは一応スリーゾーンエアコンになってますね。なるほど、はい、リアでも調整できますと。でもこの辺の車だとやっぱりこう、うん、デュアルゾーンだけっていうのも多いじゃないですか、うん、多いですね。この辺はやっぱり後ろ、うん、まあ、ちょっとこの快適性はどうか分かんないですけど、うん、はい、この辺あると結構ありがたいかな、うん、確かに。そしてこの辺アームレスト、うん、はい、ちょっとだから一応5人乗りですよね。5人乗りです。だから5人ちょっときついですよね。5人はきついですね、はい、はい、この辺でしょうか、うん、はい、グリーンコールダーと、はい、アームレストと、うん、アームレストじゃない小物入れと、はい、こんな感じでございます。あれちょっとびっくり、はい、ちっちゃいちっちゃいっていうか薄い。お財布も入れられないですね。携帯ぐらいじゃないですか、はい、ですね。あ、スマホ持ってきてないですけど携帯ぐらいですね。あ、お財布も入んないですね。わずか2センチぐらいですかね。ですね、はい、はい、まあでもこれ自体が薄いですからね、うん、確かにね、はい、うん、そんな感じの、はい、アームレストでございます。うん、あと後ろのこのやっぱりスペースですよね。そうですね、うん、あとはやっぱりこうポジション的にこうなっちゃうんでヘッドレスト上げなくちゃいけない。そう、上げなくちゃダメですね。ちょっときつく圧迫されちゃう、圧迫じゃなくてあのなんていうんですか、頭がこう前に出されちゃうので、そう、上げとかないと。特にこう、うん、人乗せた状態だとよりこう後ろの後方の視界なんかは、うん、ちょっとこう狭くなっちゃうかなっていう気がします。そうですね、ただもうこのスタイリングとこのフェンダーですから、はい、はい、帳消しです。許してください、はい、こんな感じのリアシートになってます。はい、はい、じゃ続いてトランクを見てみたいんですけど、その前に、はい、あのマットありました。ありましたね、はいはい、僕若干ずるい大人になってきちゃって、うん、RS デザインパッケージなのに、うん、あれフロアマット普通だなと思ったんですけど、はい、そのまま行こうと思ったら、はい、ありました。ずるいですね、はい、使用感もあんまりないという、ほとんどない。そうですね、ほとんどないと思いますよ。ちょっと少しと、まあ、アクセルペダルところ下とか、まあ、しょうがないですけどね、うん、まあ、標準の方が今ついてますけど、もちろんこちらもついてきます、はい、まあ、お気軽にお声かけください、はい、じゃあいよいよトランク見てみましょうか。はい、はい、見てみましょう。もうこの辺はもうさすがの開口部の広さと、はい、そしてトランク意外に広い、ね、意外に広いですね、うん、奥行きも結構取れてて、はい、はい、であとは下が、うん、まあ、収納ってわけじゃないですけど、そうですね、バッテリーと少しスペースがあるかな、はい、ありますね。あ、これがあれですね、バングのそうサブウーファーっすね、うん、あとこちらにちょっとした工具とタイヤの空気圧、なるほど、はい、だとシートも倒せますし、そうですね、はい、まあ、この辺は結構、うん、
スポーツバッグですから、はい、便利に使えるポイントじゃないでしょうか。です。はい、じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います。ちょっと開ける前になんですけど、これ横もこのフェンダーに少し被る、そうですね、デザインなんですね。はい、だこういう隙間の使い方うまいですよね。うん、でこれ最近新しいの出たじゃないですか、この後期型が。はい、ここ隙間がなんかあって、それも古い、その古いというか、その昔のスポーツクワトロかなんかのそのダクトを踏襲してるらしいです。踏襲というか、その何ですか、インスパイアしてるというか。あ、そうなんですか。から来てるっていう。だこういうなんか隙間とかダクトの使い方本当にうまいなって感じ。うん、はい、よいしょ、やってきました。これがなんかパナメーラなんかともこう、うん、共通というか、設計を共通とする 2.9 リッター V6 の460馬力でしたっけ、トルク60キロぐらいの強烈なエンジンが、はい、そうですね、うん、だからなんかもうあの V6 どうしてもその V8 から V6 になったことでなんかこうちょっとこう、まあ、しょうがないですけど、そのダウンサイジングとか、はい、ちょっと残念に感じる方も少なくないと思うんですけど、これがパナメーラと同系列のエンジンっていうのが分かると、うん、いかにこう狂った車か分かりますよね。そうですね、うん、いやでもすごく見ても分かるようにしっかりまとまってるし、コンパクトだし、でも RS ですから遅いはずがないので、想像通りだと思います。これが当てはまるかどうか分かんないですけど、その組み立てもなんかすごくなんかドイツかな、うん、なんかちょっとどっか特殊な工場で、はい、なんかその100分の1ミリ単位って言ったかな、なんかすごい精度で組み立ててるんで、 RS6 と RS7 は1日数十台だかしか組み立てられないとかっていう、はい、だから結構その生産の枠もなんかすごく RS モデル少ないんですよ。少ないですね、もともと少ないですからね、うん、だから日本なんかでももうすぐ、そうです、だから今年分の生産終了みたいな、はい、だからいつ大体完売状態になっちゃいますからね。ですよね、はい、だこれも2019年に日本販売開始でしたっけ、うん、はい、でも早々に生産枠終わっちゃって、ね、はい、でもう今年また新しいのが出てきちゃうんで、うん、だからなんかいわゆる前期型になったんですけど全然見劣りしないですよね。そうですね、もう走ってないし、うん、そう、台数がもともと少ないんで、うん、欲しい人からしたら微妙かもしれないですけどなんか車の希少性的にはなんか結果オーライな感じに。そうですね、確かに。ただもう僕としてはもうちょっと盛り上がってほしい、うん、欲しい人にはちょっと行き渡ってほしい気がしますけども。確かにそうですよね、はい、もうちょっと台数作ってもいいかなと思いますけどね。ちょっと今回厳選した車をご用意しましたから、興味のある方はぜひ見に来ていただいて、はい、あ、 あとオプションで、はい、うん、カーボンの、そうです、まあ、正直ポイントとしては熱で、まあ、多少この樹脂が黄色くなっちゃうのは、うん、そうですね、もうこれはしょうがないことなんで、うん、まあ、しょうがないかなっていう感じしますね。はい、ただこの辺の演出というかデザインも、うん、あれ前に、はい、前に何あれ東京店で土とこれやってなかったっけ、やってないっけ、 RS4 かなんかありました、 RS4 だっけ、はい、あ、そうかな、だこの辺がちゃんとこう全部こう分かれて入ってたりとか、ものすごく結構細かく考えられてますよ ね、うん、すごいよね。あとは僕はここが好きだ、はいこのそうだ、ツインターボの、そうですね、そうだ、このレイアウトが、はいはいはい、みんな最近このレイアウトですからね、うん、やっぱりもう V6、V8 の完成形の、うん、もうバンクの真ん中にタービン置いて、うん、はい、もなんか効率とかが全てこう考えていくと、熱の問題を回避できた結果こういうレイアウトが可能になったのかなとは思いますけどね、うん、まあ、そんな感じで、まあ、じゃあだからちょっと一昔の前の V6 ツインターボからしてだいぶコンパクトで、いや相当ギュッとなってて、うん、まとまってますよ。本当に熱の問題回避してるなって感じですよね。ね、うん、昔だったらこう外側にあるんですよ。このサイズにこう3リッター V6 ツインターボ乗っかってて、うん、よくこうギュッとコンパクトですよね、すごく、うん、さすがでございます。はい、じゃあ続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします。
続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。では参りましょう。お願いします。ちょっとこの最悪の天気ですけれども、うん、はい、まあえてのその乗るというその理由はクアトロシステム、そうですね、あとその、まあ、ちょっと、はい、電子制御デバイスを、そうですね、おらい作動するまで踏んじゃいます。うん、まあ、ちょっとマンスリーゲレンデ雪だったっすけどただ救いなのはちょっとこの、はい、昨日今日と紹介する車が両方とも四駆っていう、そうですね、はい、なんかいいのか悪いのか微妙ですけど、ただちょっとこの安定感は、はいはい、ちゃんとデビューできるんじゃないかな。嵐を呼ぶコンビがお届けする、はい、はい、で結構装備充実してますよね、うん、だってこのセグメントでだってマッサージもついてて、そうなんですよ、はい、すごく本当に充実だよね、装備がね、はい、うん、とても、はい、すごいっすよね、うん、いいと思います。ウェーブストレッチマッサージ素晴らしい、あ気持ちいいです。そしてそういうあのドライバーサポート系の電子デバイスだけじゃなくて、うん、車も電子デバイスがいろいろついてて、うん、そうなんですね、おなじみのその四駆から、はい、四駆もあれなんですよね、うん、100-0 とか0-100になっちゃうやつじゃなくて、うん、基本46かな、はい、確か40:60、うん、で状況に応じてフロント 70% とか、はい、リア 85% とか、そうですね、うん、もうそれはアウディがずっとやってきた四駆システムですからね、はい、うん、あともう一つはその電子制御の足回り、はい、なんかそれもちょっと評価分かれるみたいですよ。 DRC でしたっけ、はい、ダイナミックライドコントロール、はい、ヤマハの技術らしいですよね。はい。ヤマハ技術で、なんだっけな、カヤバかなんかが制作してると思って、うん。あ、そうです。足回りとデフとその電子制御でトータルでコントロールしてっていう、まあもうアウディの真骨頂というか、ね、アウディならではの、はい。でも四駆とその足回りの電子制御でもうトラクションが最強らしいです。うん、あとリアのスポーツデフで、うん、要はその左右のトルク配分なんかもやるんで、うん、もうとにかく路面を捉える、お、そういうメーカーの考え方です。土方、うん、さんとアウディに乗ると毎回話が出ますけど、はい、あのスキー場のジャンプ台を登っていくっていう、うん、そうだよね、 ね、はい、全てがあれを表しますよね、うん、はい、ちょっとしようなんかいろいろこう物議を醸し出したよね、あれ ね、 そうですね、ワイヤーで引っ張ってんじゃないかとか、はい、いろんなこと言われましたけど、リアルタイムでは見てないんですけど、はい、はい、ちょっとでは、うん、おお、これちょっと今ガーっていくじゃないですか、はい、大体でもこの高速のつなぎ目の金属のところでトラクション抜けるじゃないですか、そうですね、抜けないですね、抜けないですね、あの制御が早いのかな、細かくて、あじゃなかったらそうじゃないと滑って制御して滑って制御してっていう動きじゃなかったでしょ、今はね、いい感じでしたね、普通一瞬抜けますよね、抜けますね、うわもうどこまでも安定してます、ちょっと、はい、前回乗ったパナメーラにちょっと通じるところもあるかもしれないです、うん、でもホイールベースが短いから感覚的にはこうキビキビ動く感じの雰囲気もやっぱりこっちの方があるのかな、あそうですね、それはありますね、うんうん、コンパクトさは感じます、そうですよね、ただめっちゃ安定、うん、その割にピョコピョコ跳ねる動きしないしね、そうですね、今ちなみにドライブセレクト、うんはい、コンフォートですけど、はい、はい、ちょっとダイナミックでもしてみる、はい、モード切り替えていきますか、はい、ダイナミック、はい、いいですね、おお、あもうあからさまに硬いですね、そしてエンジンの音が、ね、あいやこれ すごいわ、前回のパナメーラと比較って言ったらあれですけど、あの比べてしまうとこちらの方があからさまに硬くなるね、全然スパルタンですね、すごいね、もう露骨にスパルタンになったんです、あさすが RS、
え、音もこれすごく演出されてません？されてます。音が全然変わりますね。なんか V6 サウンドじゃなくなってますよね。なくなってますね。 V8 みたいな音になってます。はい、ちょっと踏んでいいですか？いいですよ。おお、全然トルクしてはないっす。ないっすか？ないっす。あー、安定ですね。この音、音すごいね。あー、おー、でなんかこのシフト変速の、うん、この何ですか、ショックというか、うん、もうあえて作ってるみたいな。あ、そういうこと。はい、見たいっすよ。なんかそんなのがちらっと書いてありました。え、これ本当張り付いてる感ありますね。ね。これただどっちかっていうと僕的にはもう安心安全、うん、もう AMG みたいな、はい、どこでもいつでも踏めるような感じです、うん、僕的には、うん、これを楽しいと感じるかどうかはちょっと人によるかもしれないです、うんうん、これね、普通に乗ってたら楽しいと思わないと思います。あ、車良すぎちゃうんで。楽しいというところまで危うさにこう楽しさを感じる時もあるじゃないですか。そう、あります、あります。こうケツワってちょっと出たりとか、そう、あれって思う時がね、はい、うん、ないっすね、うん、一切ないです。だそれをやろうとすると相当な、そうっすね、領域に入ってくると思います、この車は。でも僕初代、はい、2代目の TT 乗った時の感動って忘れないですね。なんかもう本当四輪がこう路面をこう食ってるっていうんですかね。はあ、はい、加速しながらもずっとこうへばりついてるのが分かるっていう。へえ、やっぱすごいんだなアウディはと改めて感心したことをこう今でも乗るたびに鮮明に思い出しますね。TT って言ったらでもボディもちっちゃいしホイールベースもこれより全然短いわけですね。全然短いです。へえ。言ってしまうと、はい、あのホイールベース短いですから当然ギャップのいなしってトン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 ってあのこう跳ねるような動きになりかねないじゃないですか、はいはいはい、そういうところも抑えつつ、はい、ホイールベース短いのに安定方向と高速道路ピタッとしてましたね。なので見た目と乗った時の印象のギャップがまたすごく良かったです。これいや前回アリーナ店でこの RS5 全く同じのを乗らせてもらったんですけど乗ってましたね、はいはい、あの助手席だったんで、うんうんうん、まさかこんな運転席で感覚が違うとは。はい、助手席に乗った時はもうマッサージついてるし、うん、シート座り心地いいし、うん、高級車だなと思ったんですけど。快適だよね。快適さも持ち合わせつつ、はい、これですよ、はい、このサウンドですよ、この音ね。助手席の人とドライバーの人のその感覚の違いすごいね、この車ね。そうですね、うん、助手席こうダイナミックモードでも快適ですよ。安定感ありますからね。安定感ありますからね。そうですね。いいな、なんかこう V8、 そうだね、 V8 サウンドにやっぱ近いね。なってますよね。なってるね。完全な V8 とはちょっと違うけど、ちょっと V6 っぽい感じはするけど、そうは言ってもやっぱりちょっと今コンフォート、あ、やっぱり全然違うですね。これどこで作ってるんですかね、うん、スピーカーですかね。多分そうだと思います。か吸気とか最近結構吸気なんかも、そう、そうですよね、共鳴の音も使うからどうなんですかね。レクサスなんかサウンドジェネレーターとかって、あ、そうですね、ついてますよね。音演出してたりしますよね、うん、それも感じますね。前の方からも聞こえるから、スピーカーなのかサウンドジェネレーターなのか。あ、もう全然別の車、コンフォートとあれで、うん、なんか、はい、あの好きな人にとってはマフラーの音も嬉しいですけど、吸気の音をこう聞けるっていうのはなんかこう、そうですね、エンジンの音に、そう、はい、いいですよね、うん、まあ、現代的な車でいうともうターボだったりね、あのエアフローというかエアマスト、スロットルとかそういうところって逆に音が出ないように、そうですね、うん、空気の流れもスムーズにみたいな風潮が強かったんで、ああこれいいな、
これあれらしいですよね、なんかその S4 と、うん、S4 じゃない、S5 と RS5 でなんか排気量が 100cc ぐらい違うんですよね。うん、違います、はい、S4 だとなんか 1998cc かな、うん、で RS になると 1898cc だから 2000? あ、違う2000です、2000です、ごめんなさい、うん、はい、100cc ぐらいですよ。それがなんかそのストローク3ミリぐらいダウンさせて、うん、なんかちょっとエンジンのその特性を変えてるというか、うん、そうですね、みたいですね、はい、それがやっぱり面白いところじゃないですか。なるほど、まあ、基本で考えるとストロークが短いっていうことは高回転仕様、はい、じゃないですか、普通に考えるとね、はい、だからそういうところの味付けがまた違うんでしょうね。でブーストをなんかその分上げてるみたいな。ああ、はい、いいですね。圧縮下げてるんですかね、それで。はい、で圧縮下げるとレスポンス悪くなるじゃないですか、はい、当然あのアクセルプッと踏んだ時の、はい、いやでもそんな感じ全然ないです。そうそうそう、だから結局そういうところってメーカーの努力でこうクランクだったりとかコンロットだったりとか、また単純にストローク量を変えてるだけじゃなくて、多分エンジン内部のものの部品のフリクションロス、重量を軽くしたりとかっていうのはやっぱりきっちりやられてるんだと思いますね。これ低速だと結構この硬さがきますね。きますね、うん、ずっとこう。でもこれ個別に足回りだけこう柔らかくして、うん、はい、エンジンこれで出てきますもんね、うん、確か、うん、ドライブセレクト、うん、インディビジュアルか、はい、はい、そうですね、設定で、はい、このインディビジュアルですね。あとオートがすごく優秀って言ってました。へー、要はその硬くしなくちゃいけない時は硬くして、うん、柔らかい時は柔らかくっていう、反応もいいんですかね、やっぱりね。いやだから本当に全てがこうステアリングのレスポンスもそうだし、うん、アクセルのこの付きもそうだし、うん、音いいな。音いいね、はあ、なんかこう出来が良くてこう真面目なだけな車じゃないってい う, こう面白さが、確かに、はい、いい感じでこうブレンドされてて、本当にちょっと AMG みたいな感じますね、うん、出来の良さが、うん、出来の良さとかっていうか車のこの至れり尽くせり感が、うん、そして土川さんすごいんですよ、この高速のコーナーの途中につなぎ待ってするじゃないですか、うん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 、こういうとことかも全然逃げないんですよ、うん、何にも逃げないね、本当だね。結構こう横に移動するじゃないですか、はい、高速でこう R のきついところで高速につなぎ目があったりすると、うん、全然ない。あ、やっぱりこれ北海道で選ぶ人がいるのも納得ですよね。いや本当にね、北海道内走ってるとアウディ率の高さびっくりします。はい、それが物語ってるよね、その性能の良さっていうんですか。だって前もちょっと話したかもしれないですけど、うん、なんかそのローラーテストで、うん、要はタイヤの上にローラー乗せて、はい、こうどんどん意地悪にしていくテストがあるんですよ、うん、いや左右、あ、左側に置いて、うん、前側だけに置いてとか、最後3輪置くんかな、ローラーを、はいはい、でその抜け出せるかどうかみたいな。うーん、で優秀な車になるとそのもう3輪のスリップ感知して、うん、そのトルクがかかるそのローラーに乗っかってないタイヤだけでこうグッて前に出るっていう。へえ、某国産車なんかはもう二輪置いただけで出なくなっちゃったりとか、はい、なるほどね、ありましたよそんなの。それは当然全部四駆でテストしたの。もちろんです。あ、そのトルクがかかってトラクションかかってるかどうかの感知が、うん、そのプログラムが悪いのか、うん、感知できてないのか分かんないですけど、うん、もう左右で置いただけで出られなくなっちゃったりとか、エアに置いただけで出られなくなっちゃったりとか。僕土との話で何回か喋ってると思うんですけど、はい、ここではあえてメーカーは言わないですけど、はい、僕が乗ってたドイツ車、はい、まあ、ちょっと東北地域に旅行行ったんですよ、はい、で、まあ、軽く雪降るでしょうなんつって、はい、天気予報が、はい、あ、じゃあちょうどいいね、タイヤも雪用だし、はい、四駆だし、まあ、ドイツ車なんで大丈夫かなっつって、もうびっくりするやつ持ってたんですよちょっとじゃねえじゃんみたいな、はい、一晩で40センチとかもびっくりするぐらい、旅館の人たちも、はい、で出られませんよねって言われたんで、
あ大丈夫と思います、ちょっとやってみますねって言ったらスルスルスルって普通に出ました。へえ。で、あの雪用のタイヤってもスタッドレスじゃなかったんですよ僕、はい、スノータイヤ、はいはい、オールシーズン的なタイヤだったんですね。雪も若干、大阪でした。そうです、雪も若干使えるよみたいなタイヤだったんですけど、はいはい、それでも出られて、で、あ、さっきあのうんっていうメーカーのうんっていう車種のすごい四駆が全然出れなくて、いやそうなんですよね。だからみんなもう今どのメーカーも四駆作ってるじゃないですか。はい、けどメーカーによって全然違いますよね。違います。で、お客さん、あ、お客さんじゃなくてその宿の方もびっくりされてて、こっちって言ってこっちっ、あ、はい、まっすぐです。はい、こっちでここです。はい、大高方面です。だ普通に運転してたらその四駆の能力差なんてこう体感するので、もうよっぽどじゃないですか。そうです、ね。雪のそのところじゃないと感じなかったりとかするんですけど、はい、そういう時こそでも違いが出ますよね。メーカーの考え方とか。はい。でそのそんな大雪だったから、はい、その帰るキロでも半端ないんですよ。なんですけど別に何にも怖いことなく帰ってきました。で途中途中でやっぱりいろんなメーカーのあの人気の四駆たちが動けなくなってるんですよ。嘘でしょと思うような光景に出くわしたっていう。まあいろんな理由があるんでしょうけど、あでも究極のところに行くとそうやってなんかこう出るね、差が出ますよね。明らかに出るね、うん、だから北海道でやっぱりアウディとか、あ、新しめのベンツのフォーマチックで必ずお客様にリクエストされる理由がなんとなく分かるなと思いました。うん、ちょっとそれちゃいましたけど、こんな話をしながら快適にドライブできる高性能スポーツカーってすごいね。だってもう装備だってこれ降りるときにここ赤く光るやつ、はい、あれなんですよね。車後ろから来てたりすると危ないよってこう、はい、なんか223でちょっと話題になってましたけど、はい、もう223もそれついてるんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、はい、ここのなんかライトがこう、うん、アンビエントのライトが後ろから車来てたりするとなんか赤く光って注意みたいな、はいはいはい、アウディはもうここからついてるっていう。そうですね、はい、はい、そういう装備もついてるし、うん、そうか、ベンツ系はなかったですもんね。ないっすよね、そういう装備ね。確かに、ね、223とか結構話題になってました、それ。ああ。なるほど、やっぱりアウディってあれなんだね、そういういろんな装備面とか早いね。電子デバイス進んでますよ ね、うん、素晴らしい。いや、純正の足こんな感じなんですね。参考になりました、うん。前乗ったのがもうカーベンに交換済みのやつだったんで、うん、あれもあれですごく乗り心地良かったんですけど、うん、え、土的にはどうなの、この純正ですか。あ、純正の足回り結構その違和感があるっていう方が中にいらっしゃるらしいんですよ。はー、要はこのなんていうんですか、作り出されてる感が。はい、僕は感じないですよ。うん、はい、あとはちょっともうちょっといろんなシチュエーションで乗ってみたいですね。そうだよね、もっとトラクションが抜けるとことか。そうだね、もっとそのコーナリングとか。はい、ただもう車が優秀すぎて、うん、確かにね。ちょっともう一回立って踏んでいいですか。いいよ。ほう、だって本当にハンドルってもう何だったらハンドル手離しても大丈夫ですよっていうくらい、おおってないんですよ。ないよね。ちょっとその感じでもう一回踏んでみて。いきますよ。いいよ。おお、ほら、ほんとだ、まっすぐ進むんですよ、ちゃんとね。普通だっておおおおってなるじゃないですか。なるね。 FF とまではいかないですけど、うん、FF の車こう、そうだね、トルクステアがあっておおおっていう、まあ、あれが楽しかったりしますけど、まあね。でもこうハンドルがこうしっかりまっすぐ行くって、やっぱりこうデフの作用も相当きめ細かいんでしょうね。左右輪とか素晴らしいですね。だから四輪一つもズルズルって言わないんですよ、まあ、横だから当たり前なんですけど、うんうんうん、
四駆でもあれじゃないですか、結構ずるっと言ってから動き出すっていう全制御が、そうですね、そういうのがこう全くないです、うん、そうだね。いやこれ誰でも速く走れるし安定して走れますよ、うんうん、ちょっと面白く感じるかどうかは人それぞれかもしれないけど、そうですね。でもちょっと鉱石のこのスペース的にはあれかもしれないですけど、うんすね、人も乗れて荷物も詰めて、うん、やっぱりアウディのこの辺は最強ですよ。最強ですね。アバントとかファイブドアとか、ファイブドア、ファイブドア、ファイブドアか。そうですね、ファイブドアですね。ハッチバックサイドなので走ってよし、うん、人乗せてよし、荷物積んでよし、うん、え、なんでそれで生産をちょっと絞ってるんですか。絞ってるっていうか枠少ないですかね。枠売れそうじゃないですよね、 RSK はね。あ、発表になった買おうと思うと、あ、もうあの受付終わりですみたいになるらしいんですよね。毎回そうなんで、あのあれじゃないですか、あの極端なこと言ったら、あの割に合わないんじゃないですか。あ、そうなんですか、ね、はい、製造コストっていうんですか、時間もかかるし。でも普通の A5 からしたら金額倍じゃないですか。そうですね、うん、でも確かにここまでやってあったらちょっとこっちの方がお買い得かもしれないです、内容的に言うと。確かにね、コスパで言ったら、コスパで言ったらね、メーカーはあの売上的にはあの倍になるけど、あの利益はあの半分ぐらいになっちゃうそうそうそう、もしかしたらそう、コストかかりすぎて。まあでもそこ難しいですよね。電気自動車なんかそれこそ作るだけ赤字とかって言うんですけど、うんうん、作らざるを得ないし、うん、やっぱりメーカーのそのスポーツモデルとかも、うん、利益なくても、うん、利益薄くても、うん、やっぱりブランドイメージもあるから。そうだよね、こんな車作れますよとか。この間もちょっと違う、まあ、お客様とも話してたんですけど、はい、やっぱりレクサスがあの LFA で、はい、LFA、あれ出す意味もやっぱりちゃんとあったわけだし、いろんな、ね、酷評されたりいろんなこと言われましたけど、でもメーカーとしてはトヨタだってこのぐらいは作れますよみたいな誇示したいっていうのもあったと思うし、今度出す1億円の車もそうっすよね。ちょっと早くあの買っちゃってもらっていいですか超乗りたいですね。超乗ってみたいですよね。で、土地、あの、はい、社長にお願いしてもらっていいですか。本当ですか、はい、いや買えるんですか、そもそも。ダメですね、なんか審査があるらしいです。そうですよね、はい、ちょっと社長の名前でじゃあちょっと、はい、審査ちょっと通してみますか、うん、で通らなかったらね、はい、どうしますか恥かいたじゃねえかって怒られちゃう車屋さんなんで過去所有してた車の車歴は多分、はい白線マンホールも余裕です。余裕ですね、はい、ちょっとずるってくるのかなと思ったら全然来ないですね、はい、素晴らしい。すごいな、そんな審査があるんだみたいですよ。いやでもこれだったら審査なしで即取れますから、はい、即こんなすごいのがね、すっげえな。でもこのサイズでこの装備でこの走りができて、うん、もしかしたらでも最後かもしれないですね。そうだね、純ガソリン、はい、これからどうなっていくんでしょうか。はい、聞きました、だってあの次期 S63 も、はい、V8 4リッターは残すけど、うん、ハイブリッドになるらしいですよ。はい、止められないんですね、もう誰にも。僕は C63 が2リッターになるのが本当ショックで、もう本当ショックです。絶対こう悪いはずがないんですけど、はい、やっぱりこう音だったりとか、はい、なんかちょっとこうトルクだったりとか、まあ、トルクもターボでまあ補ってくるんでしょうけど、うん、はい、感じる部分って重要じゃないですか、はい、重厚感じゃないですけど、そうですね、大排気量とか、はい、そこはやっぱりちょっとこう、そうですね、もう無駄かもしれないですけど求めるじゃないですか、求めます、車好きとしては、はい、いくら無駄と言われようが、はい、せめて時代に逆行してると言われようが、言われようが、せめて 3000cc とかなんかこうなんかなかったのかなっていう、でももう欧州市場と中国市場の EV 化がもう進んでるんで、うんうん、はい、アメリカとかって結構そのまだ EV とか特に日本もそうだし、そうですね、ま
まだまだな感じあるんですけど、うん、もうこの流れが止められないとかって、うん、日本なんかだってハイブリッドだってそんなに車種ないじゃないですか。そうですね。 EV もまだそんなに車種ないですよ、うん、にもかかわらずボルボはもう2030年でね、もう全部 EV にするとかって言ってるし、うん、欧州メーカー各車種ハイブリッドあったりするし、うんうん、この次にじゃあこれでしょ。はい、もう一個するか。アウディも e トロン作ってたりしますからね。そうですね、うん、確かに。そろそろ本格的にちょっと、うん、ちょっと下道だと硬いですね。硬い。はい。今話してこうなってんなと思って。そう。はい。30-40キロってのが突き上げで、そうですね、あれだね、大きく感じるね。はい。はい、まあ、足回りもだから奥が深いっす。ですね、うん。理想はこう早い入力に対しては柔らかく処理して。うん、こうゆっくりな入力に対しては硬く処理するのがこう理想ですけど、うん、そうですね。こう電子制御とだからオートが確かに理想に近いですかね、うん、おそらくその切り替えですか、はい、ダンパースピードの調整とかがきめ細かくて速いんでしょうね、はい、やっぱりこれこんなに。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで今回はアウディ RS5 スポーツバックをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。